フランスでは外出禁止令が出てから家庭内暴力 DV が急激に増えています。でもどのような状況にあってもあなたに暴力振るうことは許されません。もしあなたが DV の被害に遭っているのなら今のような状況でも警察はすぐに駆けつけてくれます。17番に電話してください。通訳が手伝ってくれます。または114番にあなたが危険にさらされているということを SMS で知らせてください。誰にも知られないように住所を明記して、また警察にある arretonlesviolences.gouv.fr というサイトでは日本語でチャットサポートを受けることができます。シニアリオンリーニというところをクリックをしてください。郵便番号を入力すればチャットが始まります。また緊急でない場合はフランス語のみですが3919に電話してください。 DV 被害者相談が受けられます。あなたとあなたの子供を救う方法はあります。あなたは一人ではありません。